南口ホーム改修前の南口東部練馬駅は東京都板橋区徳丸2丁目にある東武鉄道東上本線の駅である。駅番号は TJ08。福駅名は大東文化大学前。2017年から翌2018年にかけて2007年に改築されたテナントビル部分の店舗が総入れ替えされ、東武鉄道が運営する駅ビルブランド、駅屋を冠した 駅や東部練馬としてリニューアルされた。なお、改装前のテナントは、以下の通り、相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。駅舎、改札口は、上りホーム側の北口と、下りホーム側の南口の2箇所があり、それぞれホーム生誕に直結している。上りホーム中央部には、平日朝7時30分から8時30分までの1時間。 限定で供用される入場専用の臨時改札口がある。各法務官は地下通路により連絡している。2020年度の1日平均乗降人員は43,823人である。2006年度から2008年度にかけて3,000人以上増加し、2011年度に急行停車駅である成増駅を上回った。 さらに、2013年度及び2016年度以降は、上降人員が6万人を超えている。近年の1日平均上降乗車人員の推移は、下表の通り。東上線の電車に乗っているとわからないが、駅の北側には、太古に置いて、荒川に流れ込んでいた支流の跡である、V 字国が存在し、谷の上下で道路が立体交差する地形である。谷の橋は、 上りホームの真下まで達しているため、上りホームの一部は脚部を伸ばした状態で建てられている。東上線、沿線では最長となる商店街が旧川越街道沿いに発達している。東武練馬駅東武練馬駅入口あたり駅が開業した1931年時点では、駅の北側は北豊島郡赤塚村と丸、まる、南側は北豊島郡練馬町であった。 駅南口に面する道路が町村の境前であったため所在地は赤塚村川であったが東武鉄道が赤塚村の徳丸という名に知名度がないという理由と駅南側を通る旧川越街道のカニリマ塾にちなみ駅名に練馬を使うことにした。しかしすでに武蔵野鉄道に練馬駅があったことから東武練馬となった。 練馬町南部にあった練馬駅とは大きく離れており、練馬駅とは略さない。翌1932年に当時の東京市の市域拡張に伴い、赤塚村と練馬町は共に東京市板橋区となる。さらに、1947年に現行の23区に再編された際、旧練馬町側は板橋区から分布され、練馬区とされた。したがって、板橋、 練馬の草界の板橋区側に駅があることになる。南口の川越街道沿いにある練馬駐屯地には、かつて東武広市線の練馬倉庫駅があった。ありがとうございます。